中年オタッキーです。先日の動画にね、似たような質問がちょっと入っていたので、前回の動画ね、コダック WX400 フィートで購入して、それをパトローネに詰めてという話をしましたが、400フィートのフィルムをね、入れるフィルムローダーって多分ないと思うんですね。多分ない。ないと思います。で、どうやってその、フィルムをパトローネに詰めたのっていうね、質問がたくさん来たんで、まあ、ダークバッグの中で400フィートのフィルムを開けまして、で、以前使ったね、アリスタエデューのフィルム、100フィートのフィルムに入ってた芯に手で巻きつけました。これ、明るいところでできないんで、もうね、お教えしようがないんですが、まあ、なんとかなります。ぐるぐる巻いてね、巻いてるとね、ちょっとずつスパイラル状のやつが残るんですよ。で、収集つかなくなるんですけど、それをこう、うまいこと手でね、こう、スパイラル状のものをなくして、また巻いて、まあ、なくしてまた巻いてを繰り返すような感じ。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、やってみたらわかると思います。もしね、フィルムローダーをお持ちの方で、以前使っていた100フィートの芯が残ってる方は、400フィートのね、コダックの WX を購入して、それやるのはちょっとおすすめかもしれません。で、映画用のフィルムね、だけ値上げしてないんで、近々値上げする可能性もありますので、できれば早く購入した方がいいです。で、B&H フォトで購入するよりも、現状ではね、Yahoo ショッピングで購入した方が安そうです。42,600円だったかな、送料込みでね。そのぐらいの値段で確か買えると思うんで、ヤフーショッピングで検索してみてください。コダック WX ね、400フィートで4万なんぼということで、まあ100フィート1万ちょいですが、まあ1万ちょいでね、コダックのフィルム楽しめますんでね、フィルム1本あたりね、530円、40円ぐらいになってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい、それではね、今日の お題です。今日のお題はこれです。はい、ペンタックスのスーパー A で、ね、レンズがね、SMC ペンタックス M50mmF2 というね、レンズを装着して、アリスタエデュー400のフィルムで撮ってきました。まあ F2 のレンズね、廉価版のレンズであるんですが、どんな感じで撮れたのか、まあアリスタエデューのね、レビューも含めて、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したこのカメラ、ペンタックスのスーパー A ですね。まあ僕は高校生の時に先輩がたくさん使ってて非常に憧れたカメラになりますね。6モードぐらいの AE を搭載していて、まあシャッタースピードは最速で2000分の1まで切れます。で、機械式のね、縦走りシャッターで電子シャッターになりますね。よっ。ピント合うかな？ちょっとね、カチーンっていう音がしますが、パッと見のね、は、ペンタックス ME あたりとほとんど変わんないです。ボタン式でね、シャッタースピードを調整したりするんですが、基本構成は ME とよく似てますね。まあ、グリップ形状もね、この追加されていて良くなっておりまして、非常にホールド性が高いし、コンパクトですしね、AE もいっぱいついてて、使いやすいカメラになると思います。で、このペンタックススーパー A はね、以前、ハードオフのね、沖ノ巣店、徳島沖ノ巣店で1500円で購入してきたものになります。最初シャッター切れなかったんですけど、そこの方からね、つついてたら切れるようになって、まあ今に至ります。1500円で購入して、で、レンズはいただき物なんですけどね、50mm の F2 なんですけど、で、今回使用したフィルムはね、アリスタエデューウルトラ400なんですけどね、まだね、テストが十分に進んでなくて、現像時間をテスト中だったんですが、まあとりあえずね、使ってみようと思って撮ってきました。で、今回はね、その前回使った時と同じ現像時間でやってきたんですね。18度、9分で現像してきたんですけども、ちょっと短かったかなと、もうちょっと伸ばした方がいいかなっていう感じになりました。まあ、20度8
分30秒ぐらい、現像したらいいんじゃないか。 D76 もしくは、SPD50% 希釈でそのぐらい現像した方がいいフィルムになるかもしれません。ちょっとラチチュードというか、シャドウ部分がね潰れやすい、状態になっていますので、ちょっと自己感度が足りてないという感じだったんでね。で、ここからはねちょっと作例をね紹介しながら、まあ実行感度が足りてないから現像時間伸ばしていいのかということまで解説していこうと思います。それではここからは作例です。はい、作例ですがね、わざわざいきなり、コンディションがきつい夜で撮ってきたんですけど、ちょっとシャドウ部分が1枚目かなり潰れてしまっていますが、2枚目以降はねそこそこにディテールが出ています。まあ400には届いてないかもしれないけどね、ほぼほぼいける感じかなと思いますね。ほんのもうちょっと、現像時間を伸ばせば400に届くと思います。で、流浄感の方はねそこまで出てないと思うんですけど、どうでしょう。400のフィルムにしてはまあ、この状況では結構おとなしい感じになるんじゃないかなと思いますね。一応ねアリスタエディウルトラ400は旧乳剤だと思うんですね。 T 粒子ではないと思うんですけども、まあ流浄感こんなもんだったらまあ合格点なのかなと思います。で、あのお昼の写真なんですが、まあ、このぐらいで、写ってればまあ合格点ぐらいの感度になりますが、もうちょっと出てもいいかなという感じですね。これ全部ね山間露出で撮ってるんですけども、ちょっとね露出系のね数値が安定してないんで、まあ完全に山間露出で撮っていますが、まあほぼほぼ狙った通りの作品にすることができました。かなりコントラスト高いですねこのフィルムね。まあ、コントラストが高いということでね、ハイライトシャドウがねしっかりしてないところで、撮るのがいいかもしれません。だからね例えば、曇りの日とかね、そういう日その中で撮るとこのフィルムの進化を発揮するかもしれませんね。あと現像液とかでもね、変わってくる可能性はありますね。今後いろいろと試してみたいとは思いますが、でここまではフィルムの話ですけど、これレンズの話ですが、まああのレンズかなりこれね被写界深度が浅いです。ものすごく浅いですね。今回夜の写真はねほぼ開放で撮ったんですが、まああのペンタックスらしい感じになってますね。この M シリーズね非常にコンパクトに作られているシリーズなんですが、しっかりペンタックスの味は出ています。まあ解像感はねそこまで伸びないんですが、被写界深度が浅いということでね、ポートレートとかね花の写真とかねそういうのには非常に向いているレンズなんじゃないかなと思いました。まあこんな感じで今日の試写はこんな感じだったんですけど、次回の動画ではね同じ環境でね、F1.4 50mm F1.4 でも撮っています。で以前も言いましたが、あの廉価レンズ F2 と F1.4、F50mm F1.4 っていうのはどちらかというとあのコスト的に高いものになって憧れのレンズなんですけども、 F2 と取り比べてどちらが写りがいいかということは多分ね、たくさんの方が興味があると思うんですね。でまあこの間取り上がってまだ現像してないんですけどね、取り上がっても現像待ちになっておりますので、次回の動画では、それをやっていこうと思います。まあ、今日の動画はこんな感じでちょっとねあっさりしてるんですが、アリスタエディウルトラ400なんですけど、もうちょっと現像時間伸ばして、良好な状態になりましたらまたね、違うテストに、行こうと思います。トライ X とかね、ローライの RPX400 とか WX を400に増加したものなどと比較していこうと思います。でも現像時間で言うとね、WX の400増加とそんなに変わらないんだな。だから実行感度、常識的に考えたら実行感度250ぐらいしかないのかもしれませんね。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはケンタロウさんですね。オタッキーさんこんにちは。いつも仕事の合間に貴重な動画をアップいただきありがとうございます。またまた投稿させていただきます。タイトルはやっちまったなです。橋の欄干から下を覗くと哀れな靴が一足だけ落っこしていました。飲んだ勢いでやっちまったか。自分も若かりし頃はいくつもの集体を晒していましたので他人事には思えませんでした。カメラはライカ M3 にジュピター11
フィルムはイルフォード XP2 スーパーですね。はい。で、作品なんですけどもね。まあ、たまに見かけますね。なんでこんなところに靴が、みたいな感じでね。私がよく見るのはパーキングのど真ん中にね、靴が揃えて置いてあるっていうね。土足禁止のね、乗用車が。まあ、靴を脱いで乗ったのはいいけど、そのまま靴を忘れていったっていうパターンなんですけども。まあ、それに近いものがありますが、一足だけっていうのが、これ、味があるところですね。なんか、ふざけて飛ばしたんでしょうね。はい、ちょっと面白い作品になっております。ケンタロウさん、ありがとうございます。次はね、石井さんの投稿ですね。おたきさん、こんにちは。作品投稿のコーナーにまた投稿します。今回は地元の根津神社に行った際、撮影した写真です。神社の重厚な感じを表現したくて、あえて一段下げて撮影してみました。フィルムはフォーマ100を使いました。アンダーブはフォーマらしくべったりですが、お気に入りの写真となりました。機材はニコン F2、フォーマパン100、自家現像ということですね。で、作品なんですけどもね、一段アンダーで撮ったということで、結構ね、モノクロではよく使う手法になりますね。この石の表面のね、ディテールが非常にいい感じで表現されていると思います。2枚目なんですけどね、フォーマやはりかなりハイコントラストなフィルムになりますね。まあ、アリサとおそらく同じなんでしょうけど、これなかなかいい感じの写真になっておりますね。鳥居が面白い並びでね、それを高コントラストで撮ったいい写真になっていると思います。石井さん、ありがとうございます。次は池さんの作品ですね。おたきさん、お疲れ様です。投稿写真のコーナーに投稿です。昨年の秋頃の写真を2枚、オリンパス OM4 レンズ随行オートズーム 75150F4 フィルムアストラム FN64、現像が SPD50% 20度9分、露出の数値は覚えてませんが、もみじを透過光で撮った写真は柔らかい感じで、純光で撮った写真とのコントラストの違いが面白いと思いました。レンズは当時人気がなかったあったのかなかったのか、現在中古で人気がなく、評判はイマジで安くゴロゴロしてます。そんなのが気になるんです。試し撮り半分なのでタイトルなしですが、モノクロフィルムは楽しいですね。こんな実験写真ですが、よろしくお願いしますということで、作品なんですけどもね、結構ね、こうアストラも柔らかい調子に映っておりましたね。もしかしたら加減像かもしれませんが、なかなかね、クロート好みの作品になっています。まあ、モノクロでね、モミジを撮るのは結構苦しいものがあるんですが、まあ、映り的にはね、よく出てると思う。これ75150で2倍ズームレンズになりますが、非常に解像度が高くなってますね。アストラム64なんですけど、ね、FN60、僕も試してみたいフィルムではありますが、なかなか時間がありません。いろんなフィルム試してるんでね。はい、池さん、投稿ありがとうございます。次はね、カメラオンさんですね。お疲れ様です。カメラオンです。今回はハーフサイズカメラでご近所を視察した写真2枚投稿します。しっかりと撮影に行くのではなく、何かのついでに持ち出しては撮っていましたので、72枚はなかなか終わらず、現像するまで何を撮ったか思い出せませんでした。作品名、1枚目はくず餅屋、2枚目は東京の雪、カメラコニカアイ2、フィルムデルタ100、現像 SPD 現液19度、4分40秒、スキャナーがキャノスキャン 8600F ということですね。で、作品なんですけどもね、これなかなかの写りですね。やはりね、ハーフカメラということなんですけどもね、コニカアイいいですね。コニカアイ2僕も持ってるんですがね、早く撮らなきゃいけないな。2枚目が非常に面白い。これ鳥の足跡が1個残ってるんだな。これね、タイトル画面に、使おうと思います。なかなかの、シャッターチャンスでしたね。これいい写真です。カメラオンさん、ありがとうございます。もう1名ですね、ジョージさんの作品投稿ですね。中年おたき様、写真タイトル黒いおじさんの白いヤギということですね。キャノン、ニューキャノネット QL17L、フィルムコダックトライ X400、 いつも楽しい動画配信ありがとうございます。撮りっぱなしで3年ほど放置してしまったフィルムをようやく現像したので投稿します。散歩中に出会ったヤギたちの食事風景です。不意に遭遇したヤギになぜかすごいテンション上がってしまって、たくさん写真撮影しちゃったので、また写真送ってもいいですか。お体気をつけてお過ごしください。いや、どんどん投稿してくださいね。でね、作品なんですけどね、3年放置してこれですか。2枚目の方はね、ちょっとね、下の方にね、不鮮明な部分っていうか、柔らかい部分ができてるんですけど、おおむね良好ですね。
これね、一枚目のね、おじさんがね、ヤギをね、じっくり見てるとこがね、なんか、これ日本じゃないのかなってぐらいの感じなんですけどね、海外みたいに見えますね。どこで撮られたんでしょう、ジョージさん。また投稿お願いしますね。作品投稿のコーナー、今日はこんな感じです。まだね、たくさん残ってますけどね、もうしばらくお待ちください。で、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーね、ちょっと投稿たくさん来ておるんでね、お待たせしておりますんで、今日は2名いきます。トップバッターヘボさんさんですね。いつも動画作成お疲れ様です。時間の許す限り楽しく拝見させていただいています。さて、久々に俺のカメラに投稿します。今回はキャノン AL-1 を投稿します。キャノンの A シリーズの中でも ひときわマイナーなモデルで、視聴者さんでもお持ちの方の少ない機種ではと思い投稿してみました。これを入手するに至った経緯ですが、実はあまりキャノンが好きではなかったのですが、一時期賑わってたシャッター泣きコンテストに惹かれ、何か一台つまんでみよう、それならメジャーな A1 とか高価な A1 よりもマイナーな AL-1 とかの方が面白そうだし、何より老眼ヘルパーとしてフォーカス精度ついているところに惹かれて奥でポチりました。届いた当初はシャッター切れず、当然電池は入れましたが、だったのですが、底蓋外してあれこれしているうちに修復。定番持病の電池蓋破損もゼムクリップを曲げてねじ込んで、見かけは悪いけどなんとか使えるようになりました。感じの写りですが、結構こってりめの色のノリで、ペン対ニコンばっかり使っている自分には少し異次元な仕上がりでした。夕方1時間ぐらいで24枚ほぼ使い切りましたが、これからの時期の花の撮影とかに良さげな写りに思いました。けどフォーカス精度がついている関係か、スクリーン自体の山が見づらいのが難点ですかね。寒さでなかなか撮影に出られませんが、作品ができたらまた投稿します。これからも応援してます。よろしくお願いします。肝心のシャッター泣きですが、効果不効果全く出ませんでしたということですがね、キャノン AL-1 なんですね。僕も以前持ってましたが、いつの間にかなくなってました。なんでだろうな、誰かに売り飛ばされたのかな。誰かはまあ、ノーコメントということにしていきますが、色のノリが結構こってりということなんですけど、キャノンのレンズは比較的ね、こってりめに出るんでしょうけども、これバージョンは SSC なのかな、ちょっとわからないな。でね、電池蓋の方なんですけどね、で AL-1 はね、だいたい電池蓋が壊れてね、使えなくなってるっていうパターンなんですけど、これうまいことやりましたね。ゼムクリップをひん曲げて、ロック代わりにしたということかな、これは。うん、うまいこと作りましたね。これ参考にして直す方がもしかしたら出るかもしれませんね。ヘボさんさん、投稿ありがとうございます。作品投稿の方もお待ちしておりますね。はい、ってね、次がね、フリーマンさんの、俺のカメラですね。フリーマンさん、久しぶり。俺のカメラで投稿します。ブツはイコンタアイ。1929年製で、93年前のカメラ。当時、家が3軒買いだそうですが、これ、イコンタ L かな？ちょっとね、大文字か小文字かはっきりわかんないんですが、でね、カメラなんですが、これね、まあ、ツワイスのイコンタなんですけども、レンズがね、テッサーではないみたいですね。これは93年前のカメラということで、まあ、中盤で、66ではないのかな ?67 ぐらいになるのかな。今これ撮ったらどんな感じなんでしょうね。一応これ距離計がついてることになるのかな、ちょっと詳しくないんでよくわからないんですが、ドイツのね、カメラということで、93年前のカメラでも、まあ、ちゃんとメンテナンスしたら撮れると思います。結構ドイツは昔からね、カメラ作ってて、すごい技術力があったんだなと思いますね。はい、フリーマンさん、ありがとうございます。多分フリーマンさんがいじってるんでね、撮れる状態にはなってると思いますね、これね。はい、それでは、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからは、やったやっちまったコーナーになってまいります。はい、久々の投稿がありました。やったーやっちまったコーナー、夢旅人さんの、これやっちまったですね。お待たせしました。やっちまったコーナーへ投稿です。ヤフオクでキャノン T90 を入札競合することなく3000円で落札。外観を見るとそれなりに綺麗。通電確認しようとグリップ脇にある電池蓋をと思ってみると、なんとつまみがない。この状態で外せればと思い格闘したけど無理。ダメ元でマイナスドライバーで強引にこじ開けました。
電池ボックス見事に酸化されてました。多少のサビなら削って通電確認できるけど、さすがにここまでひどいとアウト。また一つオブジェが増えました。 T90 は諦めずにコツコツいきますということでね、実はね僕がね自宅にね半分分解して飾ってる T90 も似たような状態だったんですね。T90 ね炭酸電池使用機ということで結構液漏れで潰れてるから多いんですね。まあニコの F4 とかもね結構見かけますけど、炭酸電池使用機はね液漏れがね、液漏れでダメになってるカメラが多いんで注意が必要です。で T90 のねこのつまみが外れてるっていうやつなんですけど、まあもしかしたらね液漏れして、電池ボックスを抜くときにね抜けなくてポキって折れたのかもしれないですね。まあこういうのはねちょっと経営した方がいいのかもしれないけど、オークションではねここまで見抜けなかったのかもしれないですね。ここがヤフオクの怖いところかなと。ご愁傷様でございました。はい、今日の動画はこんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうかって言ってもね、ちょっとフィルムテストのね動画っぽくなっててね、あんまり面白くない動画が続いております。自分的にもね早くね軌道修正したいところではあるんですが、なかなか時間とかもなくてねこんな感じになっています。で最近はねちょっとまともに撮ってカラーがね一気に3本取り上がったんですよ。ねこれがねオリンパスのペン FT ですね。でこれがねミノルタのねポケットカメラで、もう一個がねもうカバンに直しましたけど、リコーのねオートハーフですね。リコーのオートハーフとねオリンパスペン FT を取り比べたりしたんでね、結構面白い比較が上がってくるかもしれません。結構ハーフカメラでね、カラーで撮ったらねもやっとする写真になりがちなんですけども、オートハーフと、ペン FT は果たしてどうなったのか。まあ現像に出してちょっとねタイムラグがあるんで再来週ぐらいの公開になると思うんですけど、今後ご期待くださいませ。で F4 でねコダックのね、WX の試写も進んでおりまして、あと5枚ぐらいで取り上がりな、結局ね、今日取り上がりにならなかったんだな。これ取り上げたかったんだけどね、またそれはまだおいおいやっていこうと思います。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。オタッキーのね、英語字幕付きチャンネル、何度も申しておりますがね、コメント欄じゃないや、説明欄の方にね、リンクを貼ってありますので、まだチャンネル登録されてない方は、ぜひね、訪問してチャンネル登録やいいねボタンを押してきてくださいね。英語圏の、皆様にも、オタッキーの動画をお届けしたいと。で、なんか、字幕をね、変換して、いろんな、言語に変換できるみたいなんでね、英語からはね。もしかしたら全世界にね、視聴者が増えるかもしれないということでね、ぜひね、別チャンネルになっておりますのでね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。オタッキーのね、この動画の方にね、チャンネル登録、まもなく5000名が、来ます。5000名が来ますと、キャノン A1 プレゼント企画が始動しますのでね、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。皆様ごきげんよう。さよなら。